こんにちは。今日はとっても便利な本を見つけました。糖質制限の主食もどきレシピ、まあ、要するにパンをの代わりに何々を使うとか、そういうことを書いたレシピ本ですね。早速今日はこのハムトースト、こちらを高野豆腐で作ってみたいと思います。はい、高野豆腐サンドイッチの材料はこちらです。生まれて初めて高野豆腐を水で戻しました。なるほど、これを半分に切ります。なんか油かしい、危ない危ない意外と切れない。包丁を引くんですよ。引く、はい。こっちかいと。結構苦労しますね。それではいよいよ高野豆腐を焼いていきます。バターね、これ剥がしちゃいけないんだ。こんがりと焼き上がりました。美味しそうですね。結構ね、バター吸います。バター思ったよりもこんがりと焼き上がりました。バターたっぷりで冷やしてます。こんな感じでしょうか。それは何を塗ってるんですか。これはですね、マヨネーズにからしを入れたからしマヨネーズです。きっと美味しくできますよ。では早速ハムとキュウリを乗せていきます。こんな感じかな。これを乗っけて、はい、糖質制限の高野豆腐でハムトーストの完成でーす。いや結構ね、これ思ったよりも美味しそうですよ。これなんか本の写真に近いものが、本当に近いものができましたね。早速いただきます。食べてみたいと思います。いただきます。サンドイッチですよ、本当にパンですよ。これね、久々に主食もどきって意味がこう分かった。うん。うん。炭水化物取らないんだったらこれは絶対あり。星2つ半です。ごちそうさまでした。